暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回は、めんどくさがり屋さんでもサクサク家事をこなすにはというテーマについて、マキさん著、家事はすぐやるをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、後回し癖を発動させない家事のアイデアについて学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、やらなきゃと思っていても後回しにして、いつも家事が積み上がってしまう。もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、体がサクサク動く家事のコツを取り入れていくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、平日と週末の家事を使い分けることです。やらなきゃと思っているのに体が動かない、めんどくさがりな心を奮い立たせ、仕事に家事に頑張った一日の終わり、もうこれ以上テキパキ動けないなんて瞬間があっても仕方ありません。しかし、もしもダラダラしてしまったことを後々後悔したり、結局後回しにした家事に追われてイライラしているのであれば、あなたの心を大切にするために習慣を変えた方が良いかもしれません。なぜなら、自分の家事のやり方を責めてしまう状況は、生活から笑顔やゆとりを奪ってしまうからです。本書、家事はすぐやるの著者マキさんがおすすめする方法は、その名も物草ルーティーン。週末に家事の8割を先回りして終わらせることで、平日は簡単な流れ作業さえこなせれば良い状態を作るというものです。今回は実際に平日と週末の家事を使い分ける方法について詳しく見ていきましょう。ここでは、平日と週末の家事を使い分ける方法についてポイントを3つに絞ってみました。買い物は週末に、下準備まで、掃除も週末にまとめて、自家製インスタントが平日を助ける。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。買い物は週末に、下準備まで。まずはじめに、買い物は週末に、下準備までについて解説していきます。買い物ほど楽しい時間を平日の余裕のない時間に終わらせるなんてもったいない。本書の著者マキさんはこのように主張します。夫婦とも食材を選ぶことが好きなマキさん一家にとって、食材の買い物は家族のアクティビティ。マキさん一家は時間に余裕のある週末、1週間分の食材のまとめ買いへ繰り出すといいます。この食材のまとめ買いするメリットについては、何より定期的に少ない買い物頻度でまとめ買いすることで家計管理をしやすくなる、このようにマキさんは主張しています。さらに、マキさん流の食材管理は、食材を買った時のテンションのまま帰宅直後に下ごしらえまで終わらせるとのことです。下ごしらえのパターンは主に次の3種類に分かれます。1. 洗って切るだけ。例えば、生のまま食べれる野菜は洗って盛り付けるだけで食べられる状態で保管します。 2. 茹でるだけ。例えば、加熱が必要なブロッコリーやほうれん草、小松菜などの野菜は茹でてから冷蔵庫へ保管します。 3. 炒めるだけ。例えば、ベーコンは炒めてストックします。この時、トッピングにニンニクやたらこなど好みのものと炒めるのがおすすめとのことです。このような週末のまとめ作業を行うことで、平日はお皿に盛り付けるだけ、お肉と一緒に焼くだけの簡単作業が叶います。つまり、平日の家事に対しては作業に必要なアクションが少ない状態が整っているということ。極端に言えば、包丁とまな板を出さずに夕食を用意することが可能になります。切ったり、下茹でしたり、また包丁とまな板を洗ったり、そんな一手間二手間が減ることで、平日の家事をパパッと終わらせようと足取り軽やかに作業ができそうです。掃除も週末にまとめて。続いて、掃除も週末にまとめてについて解説していきます。家事は週末に8割終わらせることをモットーとするマキさん一家、実は掃除も週に一度の週末のみ行うのだと言います。平日は子供の食べこぼしなど特別に汚れるイベントが発生しない限り、掃除はやらないとのことです。そんなマキさんが主に週末の掃除で使用するのは、
バックスナチュロン洗濯用液体石鹸の1本のみで統一しているといいます。また掃除の道具として使うのは1週間食器洗いに使ったスポンジ、こちらを週末に掃除用スポンジへ用途を変更するとのこと。そのスポンジで家中を磨いたら最終的にゴミ箱へポイするとのことです。もちろんあれこれと洗剤を選んだり場所ごとに掃除道具を使い分けるとより綺麗になるのかもしれません。しかし選ぶ手間の分、面倒くさがりな人にとっては掃除へのハードルが一気に高くなる場合があるということです。牧さん流で言えば、最小限の道具を使って家中を磨いて最後にトイレ掃除、トイレ掃除が終わったらスポンジはゴミ箱へ、お決まりのルートが決まったら週末のお掃除も1時間となく終わるそうですよ。自家製インスタントが平日を助ける。最後に自家製インスタントが平日を助けるについて解説していきます。便利で美味しいインスタント食品はありがたく重宝するという牧さん一家。しかしながらインスタント食品を多用する食卓になんとなく罪悪感を抱く気持ちも否定できません。それにインスタント食品を毎日家族分使うとなると食費がかさんでしまうこともあります。そこで牧さん一家では自家製インスタント食品を取り入れることにしました。自家製インスタント食品のパターンは主に次の3つだといいます。 1. 主菜となる肉や魚に下味をつけた冷凍ストック、解凍して加熱するだけでメイン料理が完成するとのこと。 2. お味噌汁の具の素、野菜をまとめて細かく切りジップロックへ入れておく方法です。食べるときはそれらの野菜と顆粒だし味噌と合わせればお味噌汁が完成するといいます。 3. 自家製の合わせ調味料、我が家の定番となる自家製調味料は料理が美味しくなり手間も減ると牧さん。ここでは本書で紹介されている漬けだれの作り方について取り上げます。例えばチャーハンやお肉の漬けだれについては醤油にニンニク、生姜、大葉を刻んで瓶に漬け込んでおけば完成します。一度作って清潔な瓶に入れ冷蔵庫で保存すれば半年程度日持ちする大変便利な調味料とのことです。以上、牧さん一家の自家製インスタント食品についてご紹介しました。本書では他にも牧さん流のおすすめレシピがたくさん紹介されていますので、詳細についてはぜひ本書でご確認ください。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず平日・休日にできる家事を分け、時間のある時に作業をまとめるということ、そして無理にハードルを上げようとせず作業に必要なアクションを減らすということでした。一つ新しい行動を起こそうとするたびに面倒くさいと感じるのが人の差がです。やらなきゃいけないのは分かっているけど面倒くさいなんて瞬間が誰にだってありますよね。しかし一旦作業を始めてみたら手を動かす間にやる気が出てくるのも人間の特徴です。この性質をうまく利用してどうせ面倒くささを感じるのであればやるべき作業を週末にまとめてしまおうというのが本書家事はすぐやるのメッセージだと受け取れます。そしてまとめ作業の結果としてできた週末の家事貯金によって随分と平日の家事のハードルが下がりそうな様子を想像できます。この一冊で紹介されているように面倒くさがり屋さんの性格のままでも構いませんので、どうやったら最大限作業をまとめて楽できるかを研究実践してみてくださいね。以上で面倒くさがり屋さんでもサクサク家事をこなすにはの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますのでチェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたらチャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。またこのチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。